どうも、ラパルフェの尾身聡です。ラパルフェの鶴拓也です。2024年2月16日、単発で芸人さんをお招きする番組メラテキスト。今回のパーソナリティはラパルフェが担当します。はーい。この番組は YouTube チャンネルラパルフェの俺がついてるぜ、Spotify、Amazon Music からラパルフェの皆様の提供でお送りしております。面白いと思ったら画面左下の高評価ボタンを押して指を使って応援してください。よーし。改めまして、ラパルフェの受かった大学が早稲田大学と立教大学。立教こっちゃん？で、落ちた大学は明治大学と青学。そんな受けてたの？そんな受けてたの？はい。知らなかった。はい、ラパルフェの受かった大学が、法政大学と、東洋大学と千葉大学で、落ちた大学が、明治大学と早稲田大学の鶴拓也です。はい。そんな受けてたの知らなかった。うん、ちなみに、センター利用も含めたら、整形も受かってる。ああ、整形大学。安倍さんの。そうそうそう、そう。安倍さん整形だよね。そう。林くんが言ってたとこだ。そうそうそう。林くんの母校。知らなかった。青学とか受けてたんだ。青学受けたはずなの。いや、俺青学はセンター利用だけ出して、ダメだったみたいな。そうなん。記憶。で、明治は普通に大学に受けに行って、落ちて、で、立教も受けに行って。受かってたんだ。うん。立教はね、補欠かな？補欠合格。明治は、おみくんと同じ日に受けて、おみくんが試験で寝ちゃったっていうのを聞いた。明治だっけ？明治で寝ちゃったんだっけ？うん、なんか多分、一個もう俺も受かってたから、ちょっと気抜けてて、で、おみくんもなんかそんな状況だったのか、なんかどっか、割とちょっと、一個受かってたから余裕があるかなんかで寝ちゃったって言ってた。そうそう、あのね、早稲田の、確かね、文工文で受けて、その後に多分明治のやつとか、うん、ちょっと遅いんだよね。あと、ね、早稲田の人間科学部とかあったんだけど、うん、もう文工がもう第一志望だったから、うん、そこにもうピークを合わせていってるから、そうだ、明治は多分ちょい寝ぐらいなんだけど、その人間科学部の方は英語がっつり寝たから。マジもったいな。半分ぐらいの時間多分寝てた。金もったいな。やばーと思って。ごめんねーって思って。そんなやついないよな。そう。俺もびっくりしたし。こんな寝ると思って。受験で寝たら一生寝るよな。そうそうそう。テスト関連。いやー、そうだったんだ。私は、受験シーズンだから、こんなの触れてみようかなと思って、ね。意外とね、受験勉強僕らも話せることあるかもしんないしね。まあね、聞いてるかどうか分かんないけどね。飛行中のコーヒーですら二十歳だから。そっか、もう聞いてない?10代の。てか、10代の子なんかね。ほら、こんな渋い YouTube 見ないんじゃないの。そう。いや、でもなんか、星野、作家の星野、見るじゃん。うん。作家の星野の、メイカーなんか、親戚の、うん、若い、まだ10代の子は、うん、星野が作った、舞台で、うん、その芸人のラジオがテーマの舞台だったんだけど、うん、それ見て、じゃあ芸人のラジオ聞き始めようと思って、うん、メラテキストから聞き始めて。違うな違うないやー、さすがだよね舞台見に来るような子は、そう、見込みがあるちょっとセンス修正必要かも。非常に見込みがあります大丈夫かな、意外とね、誰が聞いてるか分かんないから。いや、なんかね、受験の話とかしてもいいかなってたまには思うけどね、うん、受験なんかある？この勉強法したら一発。いや、俺はね、だからその多分国立と私立で全然違うんだけど、私立はもうその狙ってる第一志望の大学の第一志望の学部があるじゃん。もうそれにもう特化して勉強した方が絶対にいいと思う。早稲田は何だったの？早稲田の文工で、で、文工のその出題形式が似てるのが、まあ文工は近い、そもそも。で、塾の先生に相談したら人間科学部もまあ近いよみたいな。へー。で、この3つ受けようみたいな。なって、で、この3つというか、まあ文工の赤本をもう2週ずつやるみたいな。赤本2週すんだ。赤本をまあ1週普通に解いて、で、自己採点してさ、そのなんとなく何分の何の正答率みたいなのをこう書いておいて、で、2週目やって正答率がどんだけ上がったかっていうのをつけて勉強しました。それでなんとなく傾向をつかむっていうこと。傾向もつかむし、まあ、1週目でこの答え合わせもちゃんとするの。1週目やった時点でね、うんうん、で答え合わせで解説もちゃんと読んで、あ、こういう
理論でこういう答えになってんだっていうのを全部入れてから2周目解いて、あ、ちゃんと上がってるなっていう、その自信をつけるための2周目みたいな。暗記にはなっちゃわないのそれ。暗記になんない。だって結局出る出題もは違うわけだからっていうか2周目が、いや暗記でもいいの、それは自信をつけるためで、こういう理屈でこういう答えにたどり着くぞっていうのを自分の中でイメージしながらやっていく感じだから、その本当ゲームの2周目をよりうまくクリアしようみたいな感覚に近い。それで全く新しい問題見た時もなんとなくロジックが入ってるのからね。そう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 。へえ、入るもんなんだ。入るね。へえ、こういう回答したら点が取りやすい。そうだから、こういう考え方でその解かせようってしてるんだなみたいなのが分かるから。なるほど。それに合わせて考えたら、じゃあまあここのことだなみたいな。それは何、塾の先生に教わったか。2周しなさい。いや、これはね、俺が身につけた。おみメソッド。おみメソッド。ええー。でも塾の先生じゃなくて、なんかチューターの人に、一回どういうふうに勉強してましたかっていうので、うん、その正答率とか出すといいよみたいなのは言われたんだけど、あ、なるほど。それをなんかその2週目やるときに、まあ同じようにやってみるって言ってもいいですか。ああ、すごいね。おみメソッドじゃん。これはね、結構ね、使える。マジで使える。あんま聞かないね。赤本ってなんか最終にちょっとやるみたいなイメージ。じゃん、うん、その最後にそのなんか答え分かっちゃうと意味ないからみたいな言うじゃん、うんうんうん、答え分かった方が多分私立の場合は意味ある。うーん、国立とそのセンター試験とかだったらさ、毎年全然違うから、はいはい、模試的な使い方したのする方がいいと思うんだけど、確かに大学によってめっちゃ違うもんね。そうそう、だから私立に関してはね、これ結構使える。うわー、これ10代や、聞いてればいいんだけど。いやー、星野の親戚その学校だけでも広めてくれたらな。鶴くんは何かあったの、そのこの勉強法良かったっていう。いや、俺はね、割と実は要領悪い人だから、もうほんと早めから英語はやってたっていうだけ。確かに鶴くんもともとなんだろう、ガリ勉じゃないけど、ちゃんとテスト、うんうん、そう、定期テスト ね、うん、高校中高ちゃんと勉強してる人だったもんね。そうで、自分があの短期記憶か長期記憶かをまず把握するのは大事だと思うわ。ああ、なるほどね。短期記憶ってもう覚えたら3日ぐらいで忘れちゃうんだけど、うんうん、で長期記憶ってそれを何回か繰り返してでやんなきゃいけなくて、俺短期記憶なの知ってたから、自分が、うん、テストを一夜漬けじゃないけど、まあ、3日前漬けぐらいで、はいはいはい、なんとか80点90点取るみたいな。それを知ってたから、多分大学3年までにゆっくりやっとかないと俺は忘れるなと思って、英語はすごい早い段階で塾行って、はい、そうそう、英語なんかマジで時間あればあるだけいいしなと思って。確かに英語だけでいいよね。なんか、あ、マジでそう。英語やっとけば軒並み点数高くなるからな。英語とあと国語力だけついとけば、うん、その英語の文章を普通に現代文と同じように解けるようになるし、うん、なるなる。で、国語は国語でもう別に読解力、国語力つけてるから大丈夫だし、うん。そうそう。だから英語結構要でやっとくっていうのが鶴メソッド。確かにね。うん、英語だけは早く。それ違う。普段中等教育学校メソッドだから。あ、そう。英語だけは最初からちゃんとやってる。まあ確かに中学から。鶴メソッドじゃない。鶴メソッド。これは。僕らの学校で学んだ。いや、学校で学んでんじゃん。鶴メソッド。学校の本田メソッドなのよ。どっちか。本田先生が、英語の本田先生が言ってた本田メソッドだから。なんか意外と NHK の基礎英語とか出てた本田先生ね。意外とね。意外と本出してた。意外と本出してた本田先生ね。あ、この人すごいよ。後から知る。みんなちょっと舐めてた。そうね。皆さんね、受験シーズンですから。国立はもう終わっちゃったのか。2月頭、中学受験とか2月頭か。国立が終わってたらもう私立なんか終わってるよ。3月か。もう手遅れですけどね。まあ、中学受験だよね、2月頭って。2月3とかだったよね。うん。マジに2月3だった気がする。で、発表が6か9だよね。確か。うんうん、やったわ、中学受験。俺は中学受験の受験発表の瞬間をよく覚えて、家でさ、ネットでさ、ネットだったね、見れてさ、まあ、実際の学校にも張り出されてたとは聞いてるんだけど、なんかネットで見てから見に行くみたいな、やったやった、ね、そうことするよね。俺はもう受験し終わった段階でもう手応え分かんなくて、うん、本当に分かんないじゃん、うちの学校って特にさ、なんかその明らかに正解があるみたいな問題じゃなくて IQ テストみたいな感じだから、なんかね、考え方を聞くみたいな、そういうちょっとなんか一次書類とかもさ、審査対象で分かんねえからさ、
まあ発表ドキドキしてたんだけどさ、なんか直前になって、俺これ千代田区の学校で急に知らない環境行くの嫌だなって思い出しちゃって。自分の友達結構いたから、小学校に。まあ、その江戸川区だったしね。そう。で、周りはみんな地元のそこの南中ってとこ行くから、うんうん、南中の方が良かったかもなって思って、うん、うわ、ちょっと受かんないでほしいかもと思ったぐらいで。いや、でもちょっとわかるわ。ちょっと怖いじゃん、やっぱ。わかるわかる。俺もだから近所だったから、まだその、うん、みんなその、小学校の中でも半分ぐらいはそっち受験して、うん、半分ぐらいはそのまま、行けるとこ行くみたいなルートだったから知り合いが多いっていう確かに、うん、点がなかったら俺ちょっと怖いよね、うん、そういやビビっちゃって、そしたら発表は確か9時とか10時ぐらいで、うん、でなんかネットで、まあ、パソコンの前張り付いて、でもう発表時間に更新してもあんまり映んないじゃんすぐ、うん、アクセスできないみたいなくだりあって、でその時も受かるなと思いながらお母さんがちょっとトイレ行くわっつってうんこ行っちゃって、うん、で更新したらバーって出てきて、結構上の方に俺番号あって、あったかーと思って、であお母さん繋がった、番号ある、受かってるっつって、お母さんがトイレの中で受かった、やったねお母さん、それお母さんもそうだよトイレ出てきてからこっち来るまでの間に俺は気持ちを切り替えた今でも覚えてます。こんなに喜んでるなって思ってね。そうそうまあまあ行った方がいいか。受かったしな。あれは鮮明だった。で、その後学校行って、九段に行ったら、もうしまいかけで番号、はいはい。なんだけど、事務員の人が優しさで看板出してくれて写真を撮った。あの人みたいな。ちょっとま、あのさ、デブヤに出てたランディさんみたいな人いるじゃん。ランディさん。ゆめっちさんみたいな顔してる人。ユイチさんとランディさん分かる、両方分かるよ。いやちょっと外国人風のあーでもそうひげ濃い人、あれ違う、ひげ濃かったかな、なんかジムさんっていうか守衛さんみたいなのいた、うん、あの人が出してくれた、はいはい、そんな回だった。家で見てた、家で見たんじゃないかな、家で見て、まあまあせっかく近くだし、まあ、見に行こうかみたいなので見に行ったけど、なんか覚えてるのはめっちゃ仲いい小学校の友達が、うん、その落ちちゃったっていうのをそう見て、うわそうか、まあまあ受験だし、うわマジかって思いながら、うん、たらその同じ小学校の同級生の女子がめっちゃ喜んでて、受かった、そう受かったって、そいつの前でもめっちゃ喜んでて、まあもうそうしょうがないじゃん、まあね、そのまあでもなんかこうなんかモヤモヤするおみしょ電話いやかもと思ってこっちと学校行くんだっていやかもってなったあるな、確かにこいつと向こう6年一緒ってなると考えもんだな、うわ結構ね、結構落ちたんだよね、あるね、確かに友達が多いとそれはそれでね、そうなんか勉強できたって、勉強 できてたやつも、うん、その同じ小学校で。でも区外だから倍率高くなって、うん、で落ちちゃったみたいなのもあったし。あったね。そんなんがありますな、受験は。でもまあ結局そのずっと友達だった宮城とか、うん、まああとその高ちゃんっていう、うんうん、とかはまあ一緒に行けるから。そうだね。よかったよね。いやー受験シーズンはね、皆さん頑張ってほしいですな。そうですね。うん、さあそんなところで1ヶ月ぶりですけどラジオも、はい、相変わらずなんかどうですか。いやその水曜どうでしょうのイベント、うん、ありましたね、させていただきまして、1月末に、はい、もうその玉木さんその運営というか、うんうん、司会も当日されてる、うん、イベントの多分仕切りとかメインでやってる方がね、うん、すっごい早くて、何早い、対応が、うん、そのグッズをさ僕らで買い取りますってなってさ、うんうん、こんだけこうマイナスを、うんうん、借金を背負ってそれをでもなんとかグッズをはけて、いいよね、そのなんとかしなきゃいけないっていう状況に、うん、もう なっちゃいました、ちょっと助けてくださいって、うん、そのツイートしたらすぐその何日空いてますかみたいな、うん、こう1月だったら何日と何日行きますかみたいな、うん、すぐ聞いてくれて、うん、ありがとうございますで、そうすぐイベントをセッティングしてくれて、あそうなん、そうすごいね玉木さん。でしかも会場もさ大きくなって、ザ・高円寺ってそので二部制だからね、そうだよ
ザ・高円寺で単独やったってことだよ。ほぼほぼね。うん。冠ライブだもんね。いや、コピーバンドではあるけれど。大したもんだよね。すごいよ。ザ・高円寺って、その、いよいよ僕らが知ってる、大きい会場。わー、埋まってたもんね。で、その、やっぱその、早めにセッティングしてくださってくれたおかげもあり、うん、なんとかアクキーは、全ハケ。全ハケ。よかったね。まあ、ただまあステッカー T シャツが残ってるかな。それをまあちょこちょこ売っていかなきゃいけない状況ではあるけれども、未だ負債生活、うん、続きますね。やっぱりね、こう思いました。そのなんだろう、グッズってさ、その喜ぶかなと思って出すじゃん、うん、その需要をちゃんと見極めないとそうだね、うん、なんか来たテンションである程度買ってくれるかなと思ったんだけどね。そうそうそう、キャラバとかはなんかお祭りだし、お祭りのテンションで財布の紐緩くなってるだろうと思ってたけどさ、うん、結局水曜どうでしょうのファンが来るから、水曜どうでしょうのグッズをまず買って、そうね、そこで体力がもう、そうなんだ、残りわずかになった状態で僕らのところに来るから、ああ高いなって思っちゃうんだよね。思っちゃう。やっぱアクキでかくしても失敗だったね。作るにしようもって結構しょぼくてよかった。そうそう、もうちっちゃくてよかったね。アパルフェちっちゃいでよかったけど、ちっちゃいアクスタでよかった。あとまあ T シャツはまあまあ今後も売れるから、 T シャツせっかく今後長く売れるという意味で作ったから、ね、意味でそう作ったけどさ、そうハッと振り返った時に、この長く売れるけどこの需要は一体どこにあるんだって思っちゃったわけ。いつ生まれるんだよな。そう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 、アパルフェの需要が。そう、普通の芸人はさ、単独ライブとかさやってさ、その単独に合わせたグッズを作ってさ、その場でやるわけじゃん、で僕らの単独ライブはザ・高円寺であってさ、そのザ・高円寺で僕ら目当ての水曜どうでしょうファンが、水曜どうでしょうパロディグッズはさ全部買ってくれたわけじゃん。ラパルフェオリジナルグッズ、ほら、非常に数がありますよ。数がありますよ。ねえ、困ったよ。うちもなんか一角取ってるもん、T シャツが。そうそう、ずっと取ってるな。だからそのまあ、マイナスすごい借金を背負うことになって、うん、それをなんとかそのまあ、自分たちの、あの、全部売れた分の売り上げとの差額をまあ、負担みたいになって、うん、でその、マイナス完全な赤の部分は、なんとかこれ、今回のその、イベントで、うん、なんとかゼロにまではいったの、うん、だここからはそのもらえるはずだったギャラを、ね、もらうための純利益を、純利益を出していく作業。いやそうなんだよな。だから取られてるから結局マイナスをゼロにする作業ではあるんですけど、いやなんかそのなんかほら我々チケットの取り置きとかないじゃん、ほぼほぼ。まあね、その熱心にね応援してくれる人はいますけど、うん、この間ね、南川さんとなんかの帰りロクバス一緒で、うん、大崎さんもいたのかな、うん、なんかそのいや大崎さんが、いや俺はどうしちゃったらええっすかねみたいな言ってて、いやもう分からんよとか言ってんの南川さん、うん、でもラパルフェはどうなんみたいな振られて、いや僕らも全然取り置きないっすみたいな言ったら、いやあれ結婚してんやけって、はいしてます、あれ相方もしてます、あ可愛くないもんな、もう応援したくないだって結婚しててテレビも出てて、で飯食えてんやろ、お応援したくないもんね、こいつはもうダメよ言われた確かにそうなんですけど、うーん、まあ確かにな、こうなったらいよいよやっぱその芸のおもろさで行くしかないっていう、まああとはだからその結婚したがゆえの、うん、もうその人をつける段階よ、段階というかさ、人はずっと課題ではあったけど、うん、そうなのよね、なんかね、だからその人も別に結婚してるしなっていうので、まあだからさ、そのライブのお客さんって比較的年齢若い方が多いじゃん。そうそう、だからその人たちはもう完全にもう僕らは捨てなきゃいけないそこが欲しいんじゃないのかよ。だからそこは無理だよ、結婚してんだしさそこが人じゃないとグッズ買わないんだよ。そうだよ、だからこのそのステッカーの需要はどこにあるんだって話をしてるわけじゃん。そこを増やしていかないとダメなんだよ。だから営業で持ってけいいじゃん。それダメなの？この間のモンベスとか持ってけよかったじゃん。いや確かにね、ステッカーとかねんねんさんとかよくやってるよ。自分で作ったタオル持ってって最後ちょっとあっちで売らせてくださいって言って、で売って帰ってくるみたいな。でだからタオルとかかさばるからちっちゃいやつ、それこそステッカーぐらいのやつ、ね、持ってったら意外と、確かにステッカーはもうそれで、だ営業入った時点でマネージャーに1個そのこれ売ってもいいですかって相談しとけば、ブースというかタイミング時間みたいなの作ってくれるんじゃない。
確かに確かに。しかもこの間の門別のさ、うん、あの流氷祭り割と時間あったしね。あったね。うんうん。そうだから、いやだからそうじゃない？ライブを捨てるとしたら、もう本当に、まあでも流しのね、流し芸人ラパルフェとしては、うん、そうね、地道にね足で稼ぐしかないですから。うん、そうそう、頑張ってね、その辺稼いでいきたいと。打ち上げとかねやんなかったね。でも打ち上げね毎回やってさ、それが割と楽しみの一つなわけじゃん。あそこでみんなに褒めてもらえるのが気持ちいいんだよな。だし、その意外とさ、そのあ、こんな情報ファン一ファンだったら聞けないじゃんっていうさ、確かに裏話とかも聞けたりするわけじゃん。なんかね、実はどうでしょう次はねとか言ってくれるんだよね。そうそうそう、あれいいんだよな。だし、そのあのミスターさんも実は見てるんだよみたいな。あ、だからね、うん、見ててこう言ってるよとかさ。確かに、うわそうなんですねっていう話が多いからさ、うん、楽しみだったけど、2部やったらもう2部が打ち上げみたいになっちゃうんだろうね。もうだって2部の途中ぐらいから藤村さんがベロベロで、これはもうすぐ帰るなと思ったもん、うん、あれ持たないもんね。うん、疲れちゃうしな俺は、うん、いやそうな。だから本当はあのあとさ、まあ、いつもだったら打ち上げ行ってさ、その後まあ林くんと3人で銭湯行ってさ、行くね、で帰るじゃん、うん、でまあ今回は打ち上げなかったから2人でくせえラーメン食って、くせえラーメン、くせえの食ったね、くさったね、で銭湯行って帰ったじゃん。あの日さ、そのまあ遅くなるし、うん、結構忙しくて直前してたから、うん、その奥さんが気を使って、今日は疲れてると思ったからお風呂沸かしといてよって言われちゃって俺は銭湯に行ったことは隠し、ええそれもう言えないよ、そんな銭湯行ったよって言ったら、あ、じゃ あ無理に入んなくていいよってさ、かわいそうじゃん。だから俺はそれを隠して、まだ体温があったかいうちに2回目の風呂に入ったよ。ありがとう、疲れが取れたよっつって、整うかでも一回冷たいの挟んでっから外気で。そうか、それない別に。いや俺はまあ別にその沸かしといたよとはなんないから。ああそうなんだ、うん、だからお湯抜くとか、そんくらい。ああそっかそっか、お湯はまあ一応残して入るか入んないかは。ああそうだ、ね、入るならまあお湯だけをして入ってって感じだから。あ、まあそうだ、子供いたらな、まあ、2人入ったら流していいし。そうそうそう、あとね俺は大体そのお湯だけをしてからしこって風呂に入るから、うん、あのしこってる間にお湯だけできるのよ。大体ね。何急に。大体。俺なんか迷ってたっけ、しこりで。そうそうそう。迷ってないよ、別に。ただその、あの、時間の有効活用という点では、俺だけをしても、もらう必要なんかないわけ、僕は。いや、そう、別に時間が足りないなんて話したことない、ね。追いだけをしますって、押してから、しこって。でも、結構、10分ぐらいや。12分ぐらいじゃない？追いだけって。家によるけど。いや、でもさ、もちろん、しこってるから、そのダウンタイムも、あるわけよ、うん、だからその抜くまでは早いけど、抜いた後もその一回ダウンタイムをそのままハサミ、ちょうどの時間でいけるんじゃねえの、大体。すごいね、まあ、湧いたな、追いだきの時間で、ね、うん、いらない情報だったな。え？あんまりいらなかったな、今後使うことのない情報っぽかったな。でもライブハックとして、ライブハックされてない、全然全然。あの、俺だけ押してからしこるといいですよっていうライブハック、 やりたくならない。 TikTok だったら即スワイプ、バンされるし、その後スワイプ、スワイプバン、バンもされるの。バンもされるよ、しこったっていう話で。しこったって話、もっとエッチな TikTok いっぱいあるだろ。いやいや、それね、見た目はね。なんでしこったって言ったらバンされなきゃいけないんだよ。しこってるって言う人いないから、まだ。なんか AV の仕事もさ、なんかおかげさまでもあって増えてきてるね。だから AV の仕事っていうか、その週刊大衆に気に入られたのかっていう。でもなんかさ、要所要所でなんかこう話でさ、おみさんがちょっとセクシービデオ詳しいみたいな、うん、っていう入りをさ、してくれる仕事はちょっと増えたじゃん。うん、なんか、ね、思わぬ形で、オールナイトニッポンが最近効果を出してきてる。徐々にね、実を結び始めましたよ。うん、なんか小谷さんもさ、その、取材してもらって、はいはい、2人でまだ出てないよね、あれね。まだね。なんか最近の AV についてどう思うかみたいなね。なんかそう、歴代女優ベスト100みたいな一覧があって、ね、その中から語れる人いますかみたいな。すごいすごい仕事してるよね、あれ、うん、なんかさ、あれやってる時のみくん顔怖いよ。え、なんか本当なんか怖い、うん、性欲
がすごく、喋ってて、途中から性欲が出てきちゃってんのが、ほんとなんかその、獣の目をしている。途中から。いや、なんか本当にあれが良くて、その、いや、あれ作品なんだっけ、なんとかさんの、いや、ごめんなさいね。があって、あれはね、ドラマめっちゃいいんですよ。だから僕、あれは、みたいな、もう怖い、怖いよ、あれ。ちょっと、なんか、熱入りすぎかも。向いてるってこと？向いてないかも。向いてない？怖くなっちゃう？うん。うん、あら、そう。なんか、全然俺が途中でお笑いのパスしたのに、全然無視してたし、途中。いや、だってその読者は、そういうのいらないんじゃないって思うんです。いや、なんかその、はずかその、どうなの？その、やっぱ芸人として。あ、話足りないっていう気持ちがね、ずっとありましたね。10年目だったらいいけどさ、なんか、お笑い芸人であんま出てない方が、真面目に話してるだけだと、ちょっともったいないかなと思っちゃって、俺は何回かパスを送ったんだけど。あら、そう？どう？そうかな。いや、まあ、そのもちろんね、うん、その映像とかそのヤフーとか そのヤフーニュースとかに載るみたいなんだったら、うん、そのパスとかあってちょっとお笑いのノリも混ざってっていうのはすごくわかりますよ、うん、まあ、その週刊大衆だったらその週刊大衆にたどり着く、うん、その読者たちは、うん、そのもう AV の話100でいいんじゃない週刊大衆ぐらいは、うん、やっぱその血気盛んなおじさんばっか見てる。週刊大衆にたどり着くってさ、もうすごいじゃん。確かに普通に生きてたらね。そうそうそう、取らないよね。もうさ、やっぱ若いユーザーはだいぶいないと思うの。あれ、ああそう、読者離れもやっぱそもそもあるし、大人になる頃にはさ、無料でさ、ある程度たどり着けたり、うん、ネットでも見れたりするじゃん、ね、ならではのものがあるのかもしれないし。そうそうそう、だからそこまで行くってことは相当それが好きなわけよ。確かに週刊大衆がだ、もうエロの話を100。週刊大衆って全エロだっけ、雑誌。全エロ。あ、全エロなんだ。あれ全エロだよ。へえー、そう、この女優はこの女優はきっと性格がこうだから、こういうこういう性器してますみたいな。あ、そんな、そういう解説とか。あ、モザイクの先を考察する。そうそうそう。あ、そういう、あ、そう、風俗レポとかもあるし、あの雑誌。いや、そうか。そうそうそう、まあ、確かにそれだったらいいのかな。いわゆる週刊誌とはもうちょっと違うから。うん、完全にギャグ漫画。行き過ぎたギャグね。そうそうそう、うん、いや、まあそれだったらいいんだけど、なんかやっぱその俺パス気づけてないの怖えなと思っちゃって。あ、そう、まあ、こちょっとね、そう、その目の前のことに無我夢中になっちゃうところがあるからね、うん、なんかやっぱその一瞬あの鹿児島ピンマイク事件の顔してたから、やっぱあれもう、うん、壊すぞって思った。うん、壊すぞっていうか、なんかそのもう周りが見えなくなっちゃっての顔してたから。それ怖いなと思って。でやっぱこの間その門別も一緒にそのピンマイク事件の顔になってたし、おみくん。まあまあまあ、確かに、うん、あの日はかかってたね。かかってて、うん、その一回終わってからさ、流氷見に行ったじゃん。で流氷見に行って、なんかみんなで「わあすごい」っつって、マネージャーとドライバーさんとイベント会社の人と5人で見てて、そしたらおみくんだけなんかガツガツ違う方進んでて、違う、あれ違うのよ、その「わあ」っつって進んでったじゃん。でもあれも、なんか周り見えなくてさ、バンバン進んでいっちゃって、でもなんかみんなあっち道ありますよみたいな話があったから、そっちって4人で、おみくん以外が気づいたら、なんかあれおみさんあっちいますねみたいな。なんかおみくんだけ一人でこうザクザク歩いてこっち見てさ、で、大丈夫ですかねみたいになって、でなんかおみくん当人はすごいはしゃいでるからさ、すごいよみたいな言ってるじゃん。でカメラ向けだから、ある程度スイッチ入れてきてくれてさ、今そこも、まあ、まあそれの時点でちょっと、あ、危ないかもと思ったんだけど、その後車は帰ったじゃん、ハイエース。そしたらおみくん、いやもう靴の中に雪がパンパンなんですよとか、なんか嬉しそうに言い出してさ、その俺に言ったことをもう一回ドライバーさんに、いやーこれ靴の中雪がパンパンなんですよって言ってる時点で、あー、これはもう危ないと、俺はもうこれはもう危険信号。あ、そう、うん、もうはいになってると思う、はいはいはい、そしたら案の定そのままさ、ハイエース乗り込んでさ、ハイエースの中でこれ一回脱いだ方がいいな、ザバーンハイエースの中雪まみれにしてさ、俺はもう乗る前に言ってたんだよ、おみくん一回靴落とした方がいいねって言ったんだけど、おみくんはもうその時点でハイになってるから聞こえてないの多分。あ、そう、でなんかザバーンってなって、ザバーンってなってから、おみくん一回ここに腰掛けて雪出した方がいいんだよって言ってんのに、うわすごいな、でも聞こえてない、俺びっくりした、その一人一人挟むぐらいの距離で会話できないと思ってマジかよと思って、そしたらその
で、マネージャーのさ、ジャンちゃんいたじゃん。ジャンちゃんもさ、なんか途中手伝ってくれてたけど、ジャンちゃんの顔見た？あの時。見てない。ジャンちゃん本当になんか嫌そうな顔してた。あの子顔に出す子だから、ちゃんと。ね、この人マジで。みたいな。あれやばかったよ。あれどうだって、やっぱかかっちゃってたでしょ。いや、そうだね。もうテンション上がっちゃって。ね、うん。だって俺は、その、こっちからも行けんのかなみたいな、うん、多分そのこっちに道ありますよの直前に、うん、多分そういう会話をしてて。うん、こっちから、ここまあでも、足跡あるところ行けば行けるんですかねみたいな。あ、会話してたから、あ、じゃあ足跡で行くんだ。うんうん、ってなったの、俺はもうその時点で。あ、そしたらもう、ゴーってなったから。その俺だけ足跡をこう辿って行って、うん、あ、確かに行けますよって振り返った時にはもう、その、違うルートを選んだみんな。聞かなすぎだ。喋ってたから、その後も。ゴー、お前がゴーって言ってる間に。ゴー、ゴー、ゴーってなってこっちに喋ってたのよ。あ、確かに行けます、あれってなって。5人もいたんだから、全部で。わかるだろ、なんとなく。そうか。あれは、雪のとこはもう全く聞こえてなかった。靴のところ。聞こえてない。だからその一回落とした方がいいよっていうのも、その車の外でとかも分からず、あ、そっかと思って、座ったところで落とした方がいいな。ザーン。おい、やばかったじゃん。あれって。どういう景色なの君だって。人の車に雪撒き散らした実感。まあ暖房ついてるし、乾くのか、こういうもんかって思って。悪いタレントじゃん。もうなんか、やばいなと思って、うん、なんか、合図とか決めといた方がいいのかな。その、かかったおみくんを、かかったよって分からせる。確かに確かに。まあ、もうクソビンタするとか。いや、ホイッスルとかいいんだよ。なんで俺が持ってかなきゃいけないんだよ、笛を。なんで俺が一個荷物増やすんだよ。その場でできるやつがいいだろ、絶対。じゃあ指笛？できない。なんで一回練習がいいんだよ。俺が。やっぱ笛とかやっぱその高い、ピーンという音が。全無理よ、音は出せない。でもビンタとかされても、うん、そのうわ ってなる可能性がある。その俺が怖いのはそのビンタをすることによって拍車がかかる可能性があるわけよ。そう、ハイになってるから、こいつ目立ちどころだと思っちゃった。そうプロレスみたいな気持ちになっちゃう可能性がある。何、じゃあ俺はさ、なんでこいつってもう周りの人がおみくん鬱陶しいなと思ってる時におみくんのことを沈めようとビンタしたらさ、おみくんが逆上して俺にビンタ仕返してくる。頭おかしいタレントじゃん、そんな。なっちゃう可能性があるの、その、俺の懸念として。血が昇ってると攻撃は危ない。そう、だって、その、話が聞こえない状態なわけでしょ？うん。だから声は無理じゃん。話が聞こえないわけだから。だから、ピーっていう、その、非日常の音。それ、用意してよ、そんな。なんか、なんで俺がそれを一生懸命探してこなきゃいけないんだよ。まあ、じゃあ、ホイッスルを、だから俺が、渡しておけば、じゃあ、持ってきてくれるってこと？いや、まあ、そうね。毎営業だから、俺はステッカー持ってくし。いや、それは持ってくし。俺はステッカー持ってくし。俺はステッカー持ってくし、つくが笛持ってくればいい。俺がステッカーを見た時に俺がハイから落ち着くなら、それで10日になってるけど、俺別にステッカー見てもステッカーだなぁとしか思わないから。なんで？ 10 日になってないから。売らなきゃっていう気持ちになるでしょ。おみくんがだからそしたら毎回ホイッスルを持って、営業の時に空港とか新幹線であった時点で、あ、今日も頼むねっつって俺に渡してよ。それでもその、飛行機の時点で、その、降りる時点で流氷だってなってるからね、こっちは。いや、だからまだいいな、その時点で。だって不可能。それかおみくんがさ、ペンダント、ホイッスルのペンダントするっていうのと、そしたらさ、俺が危ないと思ったらおみくん近づいてピーってやれば別に俺も荷物になんないし。でもそうどうすんの、その俺がもうゴーかけてたら。だからまあ流氷まで行っちゃってたら。追いかけてくれんの？追いかけてくれるならいいよ。いや、それはしょうがない。追いかけてよ、じゃあ。それはしょうがない。そうするから追いかけてよ、それするなら。なんか別に孤立する分には迷惑じゃないから、その勝手に行って勝手にその雪の中とか行ってくる分には残念だったねって言えばいいだけだから。それは俺助けて、それは俺無理だよ。何がよ。それは無理。いや、そんなんわがまま言わないでください。わがままじゃない、これ。愛になっちゃってんだから。愛になっちゃってるんだから、うん、でしかもこれは全部無意識なわけ。そうだよ、そう。そうだよ。うん、だからその自分が持っててここにホイッスルあるなと思ってても、愛、うん、になってるよはもうゴーしちゃうんだから。だから、そうだ、一人で行っちゃう分にはいいよ、別に。でもその号先が全然そのピンマイクの可能性だってあるわけだし、あ、そうか、確かに水に落ちたら、そうか、その時は俺が遠い距離でも止めなきゃいけないのか。そうだよ、だからその時ちゃんと追いかけてくれるんですか、あなたは、っていう話ですよ。追いかけないよ。なんで？だって嫌だもん、俺9万払うの。
いや、だから、でも、このホイッスルを首から下げてる以上、うん、責任は鶴くんにも多少発生してるからね。いや、なんかホイッスル最近気に入ってたみたいでね。いや、それはもうこのラジオ撮ってる時点で、そのままもうオンになってるから。そっか。いや、だからそれ、首にかけるはあんま良くないね。だから。そう。だから、鶴くんが持っといた方がいいよ、持っといた方がいいと思うんだよね。あ、めんどくせえ。こんなんじゃわかんない。これはさ、だからさ、会うたびに今からこうやって、おみくんにトークとか行った時にこうやって振り向く練習を今日から会うたびにやってって。いやー、でも犬だと思ってよ。犬だと思ったら、まあまあ、これでわかる。犬もまあ反応すんじゃん。だからこれで、ね、訓練していってさ、これから。ああ、ちょっとずつね。そうだ、どこに行ってもこうってなったら、おみくんが振り向く訓練をしてって、ワンもつける。ワンってつける。鶴くんか？違う、おみくんか。おみくんか。なんで俺がワンって言うんだよ、俺が。で、犬だと思ってねって、自分で言ったんでしょ、今。ああ。そしたら一回冷静になるんじゃない？あ、ワンまで言えば確かにね。ね。でもさ、その、一回はちょっとリスキーよ。確かに、聞こえない可能性あるね。聞こえない可能性もあるし、その、他の人のパチンの可能性もあるし。全然いいよ。だから俺でもやっぱ鶴のパチンじゃないと無理だよ。で、覚えてくれ。これ。どうするの、その営業とかでさ、どうもーって言って、こうみんなこうやって、あっ、ワンって言うの。いいじゃん。一回なっちゃう。かわいいじゃん。かわいくない。わかんないんだわ。犬だ。みんなそのルールわかんないんだから。なんかさ。怖いよ。そっちの方が怖いよ。かわいげあるじゃん。犬なんだよ。だって。犬じゃないから怖いんだよ。犬が犬っぽく振る舞う分には可愛いんだよ。犬じゃないやつが犬っぽく振る舞ってたら怖いんだよ。ラッキーじゃん。ラッキーないよ、怖いよ。ラパルフェ見に来て犬見れたらラッキーじゃん。いや、ラッキーじゃないよ。可愛いし。ラパルフェが見たかったのに、ラパルフェみたいな犬みたいな人間が、怖い、得体の知れないんだよ、それは。どうかな、無理かな。それいいんじゃない、なんか笑くなし、これ。でもだからこれだったらもう指笛でいいじゃん。それ吹けないから、だって俺が。吹けてよ。いや、吹けないもんはしょうがないじゃん。俺そこに、おみくんに関しての努力は、なるべくネタ以外で減らしたいし、そのネタ頑張るからさ、その指笛はごめんよ。これにさしてよ。でも怖いなって思ったんでしょ、鶴くんが。今後困るな。危ない。じゃあ、これはラパルフェのための。でも拍手でいいよ、拍手でいいよ。これで。これでいけるじゃん。だって別に問題ないし。でもそれを、だから拍手は、日常にありすぎんの。このリズム決めるじゃん。あ、そう。そういうのがあった方がいいかな。どんなのがいい？おみくんって。おみくんって言ったの。あれ、まあまあ、その方がいい。それなら。どうする？ワン、ワン。いや、別にワンって言って、うん、その。冷静になれる。冷静になれるのがいいよね。冷静になれるのがいいけど、うん、ワンって言って、なんかその、俺、わかんないけど、うん、将来、鶴くんが、なんか炎上するとかになったら俺怖いよ。いや、そんなの、だって経緯が。相方に対して、犬と同じ扱いをして、しつけをすることによってっていう。だって、おみくんが今自分で犬みたいに思ってって言ったから。怖いよ、それ。ちゃんと、だって今自分で言ってたじゃん。怖くなっちゃったの、ちょっと。犬だと思ってって言われたから、ワンを提案してるわけで。いや、そう思って、でも、だ犬だと思ってっていうのと、そのワン、うん、って言わせてるのは鶴くんだね。いや、だって犬って言われたから、別の言葉でもいいよ、だから全然。冷静になれる言葉だったら。じゃあ何がいい？いやいや、それだって言わせてるって言われちゃったら、みこも決めてくれた方がいいよ。一番なんか冷静になれるの。何？なんか素に戻れるというか。あれ見たら萎えるんだよな、みたいな。なんか、それこそしこってる時とか。しこってる時？言っちゃいそうな時何を思い浮かべる？思い浮かべない。あ、そう。あ、なんか太鼓さん結構ばあちゃんの顔とか言ってた。あって言うじゃん、うん、俺思い浮かばないし、それで おばあちゃんで興奮しちゃったらどうしよう。それをまたおばあちゃんってその止まれなかった時、それはもうおばあちゃんがそういう対象になってしまうっていう恐怖があるから。違うだろ、俺それできないのよ。相手側になんとか責任を。あ、そう、なんか何ない、なえるやつ、これ嫌なんだよなーっていうの。ぐちゃぐちゃの飯とか。めちゃくちゃ美味しい。あと何、うんちとか嫌いだなって、これ見ないんだよなって、スプラッター映画とか。
あー、いやでも嫌いなもの言うのもなんか違うしな。冷めるやつ、冷めるやつ、ね、うん、冷めるやつ、冷静になれるってことだね。そう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 、なんだろうな、なんだろう、海くんが冷静になれるの、借金、借金、借金とかかな一番。何の借金、え、誰の借金返さなきゃっていう、その返済への、あー気持ちいい、うん、借金の、その時の借金の額言うじゃん自分で。それはダメだよ。ちょっとさすがに恥ずかしいか。恥ずかしいっていうか、それはダメだと思う。あ、そう、うん、自分の借金でもめっちゃ冷静になりそうだよね。まあ冷静にはなる。今いくらだっけなあると思う。別に口に出さないだけで自分の中ではその浮かぶから。一番いいかも。おい、大声出さずに済むし。借金。かわいそうだ。でも、はい、これで一回だから、冷静に。そうだね。で、まあ、借金が返済できるような頃になれば、うん、それもきっと、そのある程度の、そうだね。抑えが効くようになってるかもしれない。これを使わないで済むおみになってるかもしれない。なってるかもしれない。これで、なんとかちょっとやってみよう。おみくんって聞こえたら、借金を思い浮かぶ。別に言わなくていいよ、借金ってな。あの流氷の中一人で借金って言ってるのかわいそうだから。さすがに。ワンの方がまだ情景はあっちゃうけど、そうそう、どうしようか。いやもう本当怖くて、この間これ危ないなと思ってたから。そうね、よかったよ。やっぱそのオミリューになるさ、うんうん、そのオミリューをやることによって、うん、そのかかるっていうのを、ああね、うんうん、ちょっと身につけているところがあるの、うん、なんかかかりに行けるっていうのをね、一個強みではあるからね。そうそうそう、だからそれをやることによって、そのテンションが上がったらかかった方が何か起きるみたいな、うんうんうん、とこにもつながって、あ、まあ、あるある、うん、でなんか見極めだねこれ。そうそうそう、経験だね。だ多分そのロケとかだったらさ、まだ多分良かったです、かかって行っちゃう分には。う、ね、うんうんうん、これだから人と営業とかでその大人が大人がついてきてくれるみたいな時はダメだね。うん、そうだね。だそこはまあだから鶴くんが見極めてくれれば。今の話聞いちゃうと、まあかかった方が後々喋れるし、俺が静止するのもやむか。なんかピンマイクとかも壊した方が結構面白いか。だから本当にやばい時だけ使えばじゃあ。うん。そのだから怪我人とか、あ、その本当に人に迷惑をかける時は良くないじゃん。確かに。それは。流氷祭りの流氷を壊し出しちゃうとか、そうそうそう、そういうのは止めた方がいい。そうそうそう、止めた方がいい。でも流氷を壊した方が面白いか。いやダメダメダメ、難しいねこれね。3日間あるうちの初日なんだ。俺らが行ったのは難しいな。難しいね、本当難しいと思う。だから こっちも練習必要だね。だし俺もそのなんかそのかかった方がいいぞっていう見極めを普段から、まあ、するようにはしてるんだけど、うん、でもかかった時はもう止まれなくなっちゃうから。確かにね、バーサーカーモードだからそれは、ね、入っちゃうもんね。あんなに周りに雪があっても燃えてたもんね。そうそうそう、関係ない。すごいね、なんか脱ぎたくなって脱いちゃったし。お笑い芸人だったねあれね、うん、いやまあ解決してよかったわ。ちょっと、まあ、またいっぱい喋っちゃった。ちょっとあのそうだ、もう最後だけど新婚旅行に行ったからさ。ああ、いやその新婚旅行の話もっと聞きたかったけどな。なんで面白くないんだよ。いろいろ動画とか回してたくせに。普通に遊んじゃったから。なんか、うん、帰りたくないなって思ったんでしょ。そう。2週間も行ったのに。そう。普通旅行って2週間も行ったらもう帰りたいなって思う人いるけどね。なんか、やっぱ直近で水曜どうでしょうのやつ考えなきゃいけないっていうタスクがあってすごい嫌だった。ああ、その忘れられて、忘れられるからね、その感は。そう。そう、見上げなんだけど。うん。これベネチア行ったからほら、おお、これベネチアの仮面、仮面だよやっぱ仮面でしょ。うわいいじゃん。ベネチア本当はね、あの完全なマスクみたいなやつもいっぱい売ってたんだけど、ああ、いろいろねあるもんね、目だけの緑の、うんうん、ちょっとまあお土産用ではあるんだけど、うわいいじゃん。嬉しい、いいでしょ、かわいいよね。かわいいよ。本場のマスクだから。
それでぜひちょっと奥さんと夜過ごしてもらって。確かにね、うん、これで社交界なんか行っちゃって。社交界なんかねえだろ。誰の全員仮面の社交界なんか行っちゃって。政治家のパーティーでもねえだろ。姿は明かさずね。明かさずわかるだろ、ギリギリ。うわ、すごいなぁ。うわ、嬉しい。結構喜んでる。おぉ。思いのほか。こういうの嬉しいんだよ、俺。なんかね、なんかチョコとかと迷ったんだけど、うん、まあまあせっかくなら。意外とね、海外のチョコってあんま美味しくない時あるし。そんなこと言ってないよ、俺。別に。批判してない、好き。嬉しい、嬉しい。ベネチアも行ったんだね。あ、そうそう、ローマ、ベネチア、パリ行って。しかもなんか、いろいろ、ベネチアが書いてあるのかい？うん、ちょっとなんか、仮面の中に絵が書いてある。飾ってもいいし。ちょうどこの間さ、うん、その、紋別行ったさ、うん、帰りのさ、空港でさ、ベネチア仮面祭りのさ、あえそう、ね、映像やってたじゃん。比嘉さんが言ってた、ね。そうそうそう。そうそう、あれ見て憧れてたんだ。そう。そう。よかった。一番いいタイミングかも。比嘉まなみさんのおかげで。かっこいいな、うん、よかった。ちょっと、なんか、なんかの折につけてよ。嬉しいな、うん、楽しみにしてるわ。確かにな。何の折に使うかは分かんない。ちょっとおみりゅう。裏おみりゅうとかの時に。あ、おみりゅうとかで確かに付けてるか。違うおみとして。確かにいいかもね。うん、今回は一味違うぜって。そうそう。殿堂入りとかした時、おみりゅうジュニアの大会とか設定入ってる時とか。確かにいいな、うん。確かに。そしたらね、これだけその、舞台終わって、うん、客席のさ、客電がついた時にこれだけ置いてあったら、あれ、おみりゅうが開かれるのか。確かに確かに。近々おみりゅうが、これ、回答からのメッセージみたいな。いいね。いいじゃん。いいじゃん。わあ、これいい、はい。え、これネタ？ネタで買ったってこと？いや、まあなんか、仮面カーぐらいになるかなと思ったけど、お前の方が喜んでもらっちゃって。嬉しい。俺びっくりしてる、今。嬉しいよ。そう。うん。あれ、よかった。ありがとう。お土産らしいお土産だった。嬉しい、嬉しい。意外と難しかったな。はいはい、まあまあ新婚旅行の話はどっか暇があったらするわ。はいはい、はい、お願いしますよ。はい、R1 もね敗退しましたけど。いや、さらっと言って、そんな話も、まあまあ、コージー富田さんのネタ見た話もまあどっかでしますわ。わあ、なんいろいろ聞きたい話多いな。なんだよ。解決できたから、まあまあまあ、ね、うん、そうね、ラバルフェのメラテキストでは感想や要望などあなたからのメールを募集しております。メールアドレスはおみやさこ 2@gmail.com、 おみやさこは小文字で2は数字の2です。あなたからのメールお待ちしております。最近募集してないね。募集もしてないし、そのコーナーもやってないし、普通オタもね、その募集しないから来ないしね。そうそう、本当に1月頭誰か送ってくれてたんだけど、完全に形骸化してますねこれね。ちょっとね、ツイッターのハッシュタグは全部カタカナで、ハッシュタグラパルフェメラテキストでお願いします。こちらも形骸化しております。はい、ということで、明日ですかね、これ、金曜に出すので明日ウェルです。はい、明後日ケミカル X というライブに出ます。見に来てください。下北です。今日のライブ来てくれた方もありがとうございました。はい、以上、ここまでのお相手はラパルフェオミとツルでした。また来月。